ろしくお願いします、ロジックスさん。こちらこそよろしくお願いします。二人ともちょっと硬いわね。私もそうです。みんなのために働きたいと思ってましたけど、本当にできるかは分からなくてちょっと不安でした。でもロジーさんもお兄ちゃんも。そんなことないです。これはロジーさん用の杖ってことで大事にします。お礼用ってどういうことだ。言い間違えました。ロジーさんにもらったお出かけ専用の杖ってことです。そうか、安心したいわ。交代です。それ大丈夫、下がって。私だってやってみて。いくよ。これでもくらい。不思議なお話始まりです。